こんにちは、メンズの松です。はい、メンズのおじです。はい、メンズラジオ第16回の収録でございます。はい、まあ年末も近づいてきまして、はい、で、まあ、つい最近今年の1文字というものが発表されて、はい、で、密でしたね。まあなんかこう確かにそうやなっていう感じはすんねん。うん、うん、まあ密ですとかさあってん、3密避けましょうとか。まあ小池さんやけどね、ほとんどね。小池さんやねんけど、でもまあまあコロナの年やったっていうことやから、うん、まあ密っていうのはまあそうかなとは思うんだけど、うんうんうん、でそれはまあ言うたら世間的な言うたら一文字というか、うんうん、そうやね、になるので、はい、まあ、どうせやったら俺ら2人で一人一人ちょっと今年の一文字っていうのをちょっとこう考えようかなと思ってました。はいはいはい。実は俺はね、もう決まってんねん。おお、なるほど。俺はな、あの、始まるっていう字やねん。はいはいはい。俺は始まるっていう字で、うんうん、まあ、宇治もちょっと感づいてるかもと思うけど、うん、まあ、俺らがこう、メンズとして YouTuber を始めた年やから、うん、だから俺は確かに世間的にはコロナっていう、こう、あまりこう、いいイメージのない1年やったかもしれんけど、うん、俺らはこう、そこから始めたっていうことで、うん、こうよう、なんていうの、負の感情払拭していきたいというか、うんうんうん、だから俺は明るいイメージを持つためにも始めるっていう一文字、うん、なるほど、かなとは思ってんねんけど、はいはいはい。宇治はどう？難しいな。いや、俺もニュアンス的にはそうやねんけど、うん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 、だから俺は起承転結の転やね。ああ、転な、あ、うんうん、展開する自分の人生が、まあ言ったらターニングポイント。まあまあ、今までもこうやって、うん、てかその、俺らが YouTube するためにさ、こうやって構想を練って、うん、で、まあやっとこの、7月やったっけ、うん、ぐらい。やっと始めることができて。そう。で、それがまあ自分の中ではその一個の転機やなっていう部分。うん、転機っていうかまあその、転換期。まあまあって感じになったし、うん、まあその、何、自分の個人としても仕事を、うん、転職したっていう部分もあったし、その自分の環境がらって変わった一年やったなって思ったな。まあでも俺もそうやし、まあ、俺も言うても転職してるし、宇治も転職してるから、まあ、俺にも多分当てはまることやと思うねんけど、多分俺の始まるも多分宇治には当てはまると思うし、そう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 、多分メンズとして始まるっていう字と転っていう字は多分、うん、当てはまるというか、なんかこう、いやもうほんまに選ぶ文字かなとは思うんやけど、多分俺らの中で多分今年は多分ほんまにメンズっていう年やったと思う。そうやな、一文字じゃなかったらマジでメンズやと思 う、うん、メンズやと思う。だから俺らが今始めたばっかりで、うん、どうなっていくかまだ俺らには未知数やし、どうなっていくかほんまにできればな、大きく存在にはなりたいなとは思ってるけど、うんうん、まあ、そのためにまあ一歩ずつ着実に進んでいけたらなと思ってるんで、ほんまにうん、素晴らしい一年やったかな。いや、まあ、その、そ、世間的には良くなかったんけど、うん、でも俺は個人としてはやっぱりそうやって、その自粛期間入って、うん、やっぱり自分らの時間も増えた中で、そうやな、こうやって始めることができたのがでかいなっていうのは。でかいな。うん、そうやな。だから大きな一歩踏み出せた気がするから、間違いない。まあ、少しずつ頑張っていきましょう。はい。はい、ということで、メンズラジオ、ちょっとまあね。な、しみりしちゃったな。しみりしちゃったけど、まあ、メンズラジオ、第16回スタートでございます。はい。メンズラジオ。はい。メンズラジオ、第16回のテーマに移りろっかなと思うんで、はい、ちょっと噛んじゃったけど、はいはい、移ろうかなと思うんやけど、うん、ちょっと今回の題材に関してはちょっと俺実は全然詳しくなくて、うん、まあ、宇治の方がちょっと知ってるということで、うん、ちょっと宇治に基本ちょっと話してもらおうかなと思うんやけど、はいはい、今回のテーマは、はい、TikTok、 はい、まあ、どういうアプリかは知ってるのよ、うん、なんか動画を載せる、うんうん、まあ、YouTube とはまた違うというか、ショートムービーですね。あ、そうやね、ショートムービー、はい、を載せるっていうことで、なんか女子中高生とか、うん、まあ、大学生とか、うん、まあ、いろんな方から人気を得てるこうアプリというかショートムービーのアプリ、はい、っていうのは知ってんね、うん。で俺はまあサッカー選手が好きやからさ、はいはいはい、サッカー選手も TikTok ちょこちょこ載せたりしてるのを知ってるから、はいはいはい、なんかそれは知ってんねんけどうんうん、うん、でもこういわゆるこう日本の方がやってる TikTok っていうのは俺実は全然知らなくて、うん、ほんまに知らんのよ、
だからどういうなんか音楽をこう使いながら言うたら踊ったりしてるわけやんか、うんうんうん、だから何の曲がそこで流行ったのかも知らないし、うんうんうん、だから宇治からしか基本そこからは情報は得ることはできないんやけど、はいはい、でも宇治もそんな TikTok の話をこう別に俺がにせえへんやんか、うんうんうん、だからもうどうせやったらこの回で聞いてみようかなと思って、おー、なるほど、ちょっと TikTok 選んでみたんやけど、はいはいはい、その TikTok っていうのは、うん、ま、今もすごい、まあ、流行ってるとは思うんやけど、はいはいはい、基本はやっぱ女性が多いの？出してはる方？あ、そう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 。そうやね。まあ比率的にはそうなんかな、女性の方が多いんかなって思ったりするけど、でもやっぱり男性も多いよ。やっぱ、あ、そうなんや。多い多い。まあ、だから出してないっていうイメージはないね。男性の方も、うん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 、出してないってイメージはあんねんけど、女性の方が多いイメージは、多いイメージはあんねん。多分それは多分合ってると思う。あながち間違ってもないと思う。間違ってない。うんうんうん。なんかこう、まあ、綺麗な女性とかさ、そうやね。まあ、可愛い女の子とかさ、うん、かっこいい男の子とか、まあ、いろんな子が乗せてたりとかさ、うん、なんかこう踊ったりしてるやんか。うん、でもそれに結構音楽を使ってるやんか。はいはいはい。こう今話題のアーティストとかを使ってるっていうのは知ってんねんけど、うんうんうん、そこから流行り出した曲ってやっぱあるの？あるんちゃうかな。なんかよくこの曲使ってる的な曲はあるの？やっぱその早いよね。やっぱ今の若い子は、そうなんや、流行りの移り方がすごいよ。そうなんや。やっぱそうなんやな。いやもう、いやほんまに週単位で変わるんちゃうかなぐらい。この前までこれ一番新しかったね、また新しい曲出てるわとかさ、また新しい曲で変わってるわってこと、うんうん、そうそう。だからやばいな、もう敏感やな。すごいな。だから曲っていうか誰かが作った音源をに乗せて自分が歌うとかに乗せて踊ったりってこと。そうそうそう、うん、まあ、そのイメージはあるよ、うん、ずっとそのアーティストの音楽ってわけでもないかったりもするし、うん、でもなんかより TikTok をこう、まあ、詳しいわけじゃなくても見てて思うのは、うん、なんかこうよりこう自分の個性を外に発信できる時代やんか今。いや、もそうやね。YouTube もそうやけど、うん、それをこうああいう手軽にこう出せるっていうことは、うん、多分今の時代のいいところやと思うね。うんうんうん、まあ、もちろん個人情報とかって言っちゃうと、なあそこはまあ自己責任にはなっちゃうんやけど。うん、でもやっぱこうそこでこう注目される人ももちろん出てくるやろうし、ね、うんうんうん、まあ、別にそれは TikTok に限ったことじゃなくて、うん、Twitter もそうやし、そうね、まあ、Instagram とか、ね、まあ、SNS はやっぱそういうものやからさ、うん、が言うたら今の時代はもうな、もうはびこってるやん。はびこってるね。もうみんな使ってるやんか。いやもう、はい、俺はなんていうん、基本行動ベースが Twitter やからさ、うんうんうん、ツイッターで動いてるから基本、はいはいはい、ツイッターで情報を得るって感じやから、うんうんうん、その TikTok っていうのはこういわゆるこう明るいイメージしかないからさ、俺からするとな、うんうん、なかなかこう俺は生きづらいイメージはあったんやけど、はいはいはい、でもやっぱこう世の中におるこう言うたら俺は大阪しか知らんし、大阪の一部しか知らんし、うんうん、その身近におる人しか知らんからさ、うん、けど世の中にはこういろんな人がいて、うん、可愛い人がおったり綺麗な人がおったりかっこいい人おったりとか、うん、いろんな人が言うたら TikTok に載せたりしてるわけやん。うんうんうん、いやそこでこの人いいな、可愛いなとか思ったりしたら多分いいねとか多分あるんやろ。うんうん、なんかそういうの押したりして、多分その動画自体が広まっていくんやと思うんやろな。そうね、うんうんうん。でもどうなんやろな、俺 TikTok 出してもなんか踊られへんような気がするわ。無理無理無理。なんか木でよく動いてるやん。いやほんますごいと思う。すごいやん。ほんまに、なんで今の子って何でもできちゃうんやろね。もうなんかおっさんには分かれへんもん。おっさんって俺らまだ24やん。25や。あんたは25か。俺は24やけど。いやなんかな、そうやねん。今何言おうとしたか全然忘れたわ。今めっちゃ飛んだわ。まあええけどさ。おっさんやん俺。いやでもほんまに、うん、多分俺らがでも18とか19とか、うん、その辺なんやったら、多少触れてんのかなと思ったんやけど。いや、思うで。いやでもな、宇治はもしかして触れてたかもしれんけど、多分俺触れれてないと思う、ね、多分そうやと思う。自分の性格も。いや、松は多分そうやと思う。うん、俺もともと結構ネクラやし。うん、ネクラやね。ネクラやし。めっちゃ言うやん。しかもめっちゃ笑うし。ネクラやし、どちらかそっち系やから、俺。そっち系。まあまあ、そんなにまあ、明るいタイプではないからね。明るいタイプではないから、うん、そういうのをこう、旗から見てるタイプやったから、はいはいはい、あ、こんなん流行ってんねんな、とか。うんうんうん、でそこに触れられへん人やからさ、俺はな。いやいや、でも俺の気持ちを分かってくれる人もおるはず。まあ、間違いなく絶対おるはず。いや、そら
わかるよ。だから彼らのこと俺は同志だと思ってる。いや、俺も思えるよ。そっち側にもいける。ほんまか？全然大丈夫。いや、もう絶対ありえん。宇治は絶対違う。いや、でもいや、ほんまにな、俺らがその時代、うん、今の、な、その、18ぐらいの時とかやったらええなと思うよな。そうやな。まあ、よしあしやけど、やっぱりこうやってほんまに、うん、さっきも言ったけど、マジでその自分の、なんやろ、その魅力的な部分をさ、手軽にそうやって SNS に上げれるって、ええ時代やなって、それを見てスカウトされたりとかさ。そうやろな。もう今だってテレビ出てる子とかって10代ばっかりなんか。そうやな。だからほんまに、なんやろ、すごいなと思う、今の社会って。うん、なんかより、なんかこう、うん、人にはないものを発信できる人が、こう、いわゆるそのテレビとか、うんうんうん、こう、公の場に出ていってる気がするねんな、俺は。いや、そうやね、ほんまに。別に俺らは全然そこまでないけど、今はな、うん。いや、でも、俺らもそういう、なりたいと思ってるやん。なりたいとは思ってる、もちろん。でも、うん、どこを目指してるかもちろん、まあもちろん。別やろうけど、うん、でも TikTok っていうのはそれをこう一つ発信する場所としてはめちゃめちゃいいところだと思うし、うんうん、ただ俺らはやり方わからんかったり、俺らはなんか違うなって、俺らの雰囲気的に違うなっていう部分があったから、もちろん触れてはないんやけどな、まだ。まあ、もしかしたらいずれ触れるかもしれんで。そうやね。けどもう全然わからへんからさ。今俺らの、どう踊ったらあんな女子高生とか、なんか大学生の男の子みたいにこう、綺麗に踊れんのかなとかさ。いやいやほんまに思うね。思うけど、うん、いや、無理よ、俺、あんな綺麗に踊るの。いやいや、ほんま。教えてもらったらいいんかな。ね、TikTok 教えてください教室みたいなのないかな。いや、でもパソコン教室みたいなのあるやん。あれも編集してはるんやもんな。あ、そうやな。してんねんもんな。すごい。でも携帯で今、編集できたり、できる時代やからさ。そうや、ね、いや、もう恐ろしい時代で。いや、ほんま早いねんな。その進歩が。早すぎるわ。そもそも動画編集かってって話やんか。そうやで。で、言ってたらもうまだ小型かなってみたいな。小型かなってとか。すごい。いや、ほんまに何でもできる時代やな。この先逆に楽しみやな。そうやどこまで便利になっていくんやろって。どうなっていくんやろなって。うん、確かにそこが思うな。もう俯瞰的に見てそう思っちゃうよね。うん。うん、いや、でも女子高生とか、やっぱそういうとこ敏感なんやなっていうのはさ、うん、そうやって、そういうとこにやっぱ皆さん投稿したりとか、してるだ、うんしてるやんか、うん、もちろんな。でももう、もう敏感さがすごいやん。いや、もうほんまにすごい。もう電波常に張ってるやんか。そうやね。カカカカってさ、うん、もう俺らも電波張ってるけど、なんか電波全然来へんみたいなさ。ほんまに。俺らずっと 3G やからな。Wi-Fi 飛んでるみたいな感じやからさ。ほんまに。だから情報得んのも、宇治が結構遅いとこで届いて、それをこう、俺が取りに来るから。ラグがすごいな。ラグがすごいんやな。それも合ってるかもわからへんし。いや、ほんまそうや。その情報が。確かではないね。確かではないねんな。いやいや、ほんま思うわ。でもさ、どこで撮ってはんのかな？なんか学校の教室とかで撮ってるっていうのは見たことあんねんけど、うんうんうん、なんか普通に街中で撮ったりしてる子もおるやんか。そうやね。でもなんかそんな撮ってる、なんかその街中であんま見たことないんやけど。そう、ね。なんか どうやって撮ってんやろうと思うけどな。あの、ハンディとかでやってんのかな？まあそうちゃうか。セルカ棒ってやつやろ？ああ、あれか。自撮り棒みたいな。自撮り棒か。うん。俺自撮り棒持ったことないねんな。俺もない。俺もその前の職場で、観光客のお客さんに持たされたことあったけど、うん、使い方をそこで教えてもらった感じ。いやもうほんまにな、疎いんよな。あの、自撮り棒ってさ、うんうん、言うたらこう、棒長いやん、ブーンって。で、先にスマホがついてるわけやん。うんうんうん、俺いつも持っててんけど、あれどうやって写真撮んの？こうやってカメラに、違う、スマホに手持てんの？違う、多分なんかあかんやつやねんけど、なんか変な電波があるからあかんとかなんか言われててんけど、うん、携帯に普通に刺すやん、ジャックみたいなの。うんうんうん、で持ってるところにボタンあるからそれを押したら、カシャみたいな。カシャみたいな感じやねん。そういうことない。いやまあいろんな製品あるから分からへんけど、俺がカシャ持ったやつはそれやった。ああ、うん、そうなんやな。うんいや、まあ、ほんまどうやって撮ってんじゃなってずっと思ってさ。まあ、それしかないやろ、逆に。いや、なんか俺、なんか、あれやと思っててん。タイマーか。タイマーで、こう、ピッてやって、もう、静止して、うん、3、2、1、カシャみたいなさ、はいはい、もうプリクラみたいなもんやと思ってたんや。やばいな、俺。全然ついていけてないわ。いや、ほんま教えてほしいね、ほんまに。まあね。いや、でも多分な、それも古なっていくんやろなと思う。いずれな。もう、自撮り棒みたいななりそうやもん。え、どうなんの次、ほんまに。もう、携帯持たんとか。わかれへんな。いや、怖いよ。すごいよ。もう、いずれ脳とかに入るんじゃん。インプットされんの？インプットされんの。インプットでも、すごいな。なんか脳で、
携帯開くとか言ったらもうポワーンってこう、もう映画の世界よ、はいはいはい、アイアンマンの世界、はいはいはい、もうここにな、そうそう、ウィーンって出てきて、うん、カメラ撮りますかみたいな、口ではいとか言ったらもうチャって撮れるみたいな、なんかそういうのもなんかちょっと嫌やなと思うな、なんか、いや、アナログ感は確かに欲しい、俺も、そうやね、うん、なんか何でも進化したいってもんじゃないかなって気もするんやけどな。でもな、電化製品とかって、うんうん、やっぱり昔のやつとかの方が持ちはいいって言うやん。ああ、そうやね。親とかも言うやんか。うん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 。だからそこはなんか多分あるんかもせえへん。そうやね。昔の人の方がなんかこう、大事に使うって言うとあれやけど、なんか俺は正直荒々しいイメージやね。昔の人の方が。まあ自分で、ね。使う方、うん。でもそれでも長持ちしてるから。はいはいはい。多分相当機械として強かったんやろうなと思うんだけど、なんかそう、うん、いろんな機能を使い加えすぎて、そうね、なんかいろんな細かくしすぎた分、なんかこうバーンってなった時に接触悪くなってとか、はいはい、機械が繊細になっちゃった、繊細になりすぎてる気はすんのよ。うん、だからあんまりこう多い機能はいらんかなと思うんだけど、俺はな、俺個人はね、いや俺もそれは思う。でもそれを使いこなせる人がおったらそれはすごいね。それがすごいね。だから逆にその嫉妬でもあんねんけどな。そうやね。それに対する嫉妬使いこなせ俺らのただの嫉妬よ。うんうん、使いこなせる人はもうほんまにすごい。シンプルな。何の話やねん、話だけど。ほんまそういう話になってねえ。いや、でもほんまに TikTok っていうのは、うん、確かにもうこの時代に確かにすごい合ってると思うし。そうやね、間違いなく。俺らがいずれ始めるか分からへんけど、まあまあ、そうね、まあできればね、ちょっとまあ始めたりとか、してみたいなと思います。うんうん、間違いなく、はい。はい。ということで、メンズの、メンズの違うね。メンズラジオ第16回のテーマは TikTok でした。はい。メンズラジオ、メンズのスポーツトピックス。はい、メンズのスポトピのコーナーになります。はい、このコーナーはですね、メンズの2人、まあ、松と宇治の2人で1週間起きたスポーツの中から、まあ、いくつかのトピックをピックアップして、まあ、2人で談議していこうというコーナーになるんですけれども、はい、はい、ちょっと今回は、まあ、いつもサッカーの話はしてるんで、まあ、サッカーの話ももちろんするんやけど、うん、ちょっと NBA の話をちょっと触れさせていただきたいなと思ってまして、はいはい、まあ、宇治はあんまり NBA のことは知らないと思う、正直、はい、まあ、俺が野球知らんぐらい、宇治も多分 NBA のことは知らんと思うんだけど、はい、まあ、実は俺もそこまで詳しくない、no. うん、なんか試合をたまに見るぐらいで、はいはい、もうがっつりサッカーほど見てるってわけではないのよ、うんうん、でも、まず昔バスケ部やったから、うん、その名残もあってバスケやっぱり好きなのよ、うんうん、好きって気持ちは変わらへんから、うん、だから見るんやけど、はいはい、まあ、八村塁選手も今言ってるしな、はいはい、NBA で活躍されてるから、うんうん、まあ、もちろん NBA 見てんねんけど、うん、で NBA が昨シーズン、まあ、レイカーズの優勝で幕を閉じて、うんうんうん、で今シーズンもあの開幕の前のなんていうの、そのプレシーズン、プレシーズンみたいなのが始まってるんやけど、はいはい、まあ、宇治はちょっと知らんと思うねんけど、はいはい、あのラッセル・ウェストブルックっていう選手がおるの、すごい名前やと思うんだけど、はいはい、もうなんていうの、強肩みたいな選手なんだけど、はいはい、もうパワースピードっていう選手なんだけど、はいはいはい、でその選手があのあの八村塁選手のおるワシントン・ウィザーズに移籍してきたのね、はい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 、スーパースターよ、うんうん、ラッセル・ウェストブルック。あ、そうなんや。あの有名な話で言うと毎日ファッションが変わんね。へ、毎日ファッションは変わってて、はいはいはい、でその服を着たらもう二度と着いひんね。あ、オシャンティーなね。でもすっごい個性的な服装着てんだよ、ね、ぜひちょっと調べてほしいんやけど、はいはい、もうすごい個性的な服装を着るのよ、うんうんうん、で、まあ、彼は去年までロケッツっていうチームにいて、うんうん、実はそのロケッツっていうのはあの楽天さんが日本で、うんうんうん、去年やったかな、うん、やってくれたジャパンゲーム、 NBA ジャパンゲームっていうのがこう結構何10年ぶりぐらいにやったゲームがあって、うんうん、それの試合に来てたのよ、ラッセル・ウェストブルックって。だからロケッツの選手と来てたスーパースターが、うん、今シーズンからその八村塁選手のおるチームに移籍したんやけど、うんうん、だからそこでなんかより思ったのが、もちろん NBA におるっていうだけで八村塁選手すごいんやで、うんうん、やねんけどウェストブルックと同じチームかって思った時に、そんな感じなんですね。いや、なんかおすっごいねやっぱってなんか思っちゃって、はいはいはい、なんか NBA ってもうスターだらけやねん、ほんまに、うんうんうん、オールスターみたいなもんやね、はいはい、みんなすごいね、はいはいはい、でもぜひなんか一回なんかプレー集とか見てほしいんだけど、うんうん、もう化け物よ、スピードパワーとか、はいはいはい、だってめちゃめちゃ身長高い人らが、うん、身体能力バケモンの人らが、う
超めっちゃジャンプして滞空時間長い中でいろんな動きしてゴール決めるんで、すごいね。その人らがぶつかり合うわけやから肉体同士で、はいはいはい、いやもうなんかたまにすごい音とか聞こえんねん、バトーンとかバチーンとか、うん、もう肉体同士のぶつかり合い、うんうん、アメフトとかでも聞こえるような音が聞こえんねんけど、うんうんうん、だからほんまに NBA ってバスケ好きな人は多分みんな NBA 見てると思うんだけど、うんうんうん、でもほんまに NBA 見てる人からしたら多分俺らがもうペーペーすぎて、うん、そのもう話せるほどのことではないんやけど、ただそのウェストブルックっていう選手が、うんうん、その八村塁選手のチームメイトになったってことがちょっと驚きで、あ、はいはい、ちょっとまあびっくりしたからちょっと話したいなと思っ て、ね、ちょっと話してもいやいや、はいはい、でまあちょっとまあ NBA の話はちょっとここまでにさせていただいて、うん、ちょっとまあさちょっとまあサッカーの話に戻るかな、はいはい、戻るっていうかまあ行こうかなと思うんだけど、うんうん、まずちょっとリーグ戦の話をしたいなと思います、はい、まあもろもろねいろんなチーム試合をして、うん、まあうちのチームの話をすると、まあ、両チーム引き分けたのよ、うん、バイエルンも引き分けたし、うん、ユナイテッドも引き分けた、うん、でユナイテッドはちょっとマンチェスターダービーやったんやけど、まあ引き分けたのよ、おお、引き分けれたんよ、うん、すごいですね、引き分けれたんやけど、まあでもシティも今調子良くないから、まあ、ね、うんうん、まあ、うんって感じやね、まあそうやね、うんって感じやかな、まあ早く席開かへんかなって感じてるぐらいです。もう本当にもうユナイテッドに関してはもうそれはもう前回も山ほど話したから、もうユナイテッドはもういい、もう今週もまだおるってことだね。まだおるってことだから、いつおらんくなるかなってだけやね、了解です、はい、でまあちょっとまあ宇治のチームの話をしようかなと思うけど、はい、うん、リバプールはフラムに引き分けまして、そうですね、まあ、リバプールも決して、まあ、めっちゃ調子がいいっていうわけではなくて、うんうん、やっぱり昨シーズンの疲れもあったりとか、まあ、怪我人も多かったりとかして、うんうんうん、ちょっとまあゴテゴテっとしてんねんけど、でもそれでもこう別に負けることは特にないし、そうやね、うん、だからほんまにバイエルンと一緒でこうあんま負けへんというか、うん、なんかこう最低引き分け取って終わるみたいなさ、うん、勝ち点は落とさん、勝ち点は落とさんみたいな感じのサッカーしてるから、うん、なんかもうほんまに強いチームなんやなっていう、そうやね、そんな感じ、勝ち方やと思う、まあまあ、引き分けやねんけど、うん、でまあレアルの話に行こうかなと思うけど、うん、まあ、マドリードダービーがありまして、うん、勝ちましたと。これちょっと意外やったね、意外やね、うん、今シーズンアトレティコ別にどちらかというと調子が良くて、あ、はい、うん、調子がいいから、まあ、負けるんちゃうかなと思ってたね、正直レアルがね、レアルに、うん、負けるかなと思ってたんやけど、しっかり勝ち切って、うん、あ、なんかまあレアルのなんか、ね、なんかマドリードの意地見せたなっていうなんか感じだったんやけどな、はいはい、あ、でもまあまあまあって感じで、うん、でも正直今回は俺らのチームよりもちょっと話したいチームがありまして、はいはい、ドルトムントの話をちょっとさせていただこうかなと思うんやけど、はいはい、ドルトムントがですね、うん、大敗いたしまして、シュットガルトに、お、はいはいはい、あのシュットガルトといえば遠藤航選手が、選手、今ブンデスでデュエル勝率1位で、はい、素晴らしいです、我が湘南ベルマーレね、うん、あ、宿やもんな湘南ベルマーレな、俺ベルマーレファンやから、だから本当になんていうの、そのシュットガルトと試合をして、はい、負けたんやけど、はい、5対1で負けた、5対1、5対1で負けまして、はい、ね、ファブレが解任されました、おお、早いね、解任されました、普通はこんなもんなんすか、はい、いやいや、でもそれくらい優秀やから、ドルトムントのフロントはなんか赤の、あ、いいよ、とりあえず、うん、ちょっと、まあ、マンチェスターの話はやめようか、ドルトムントだよ、ドルトムントのフロントは優秀やから、はい、あのもうそういうのはあったらすぐ切んのよ、はい、で元々ファブレはちょっとこう疑問視されてたんずっと、あ、そうなんですね、あの3バックの方がいいのになんで4バックやってんねみたいな、あ、でそういうの記者会見で言っちゃうね、4バックしたいねって、あ、言っちゃうね、言っちゃう人やから、はいはいはい、えって思ってたんやけど、うん、でもやっぱ相変わらずまあその時期が来ちゃったよみたいな感じで解任されましたと、はい、で確かアシスタントコーチか誰かがやるんよね、名前ちょっとごめんド忘れしちゃったからちょっと調べてほしいんやけど、うん、でまあその方がやるようになりました、はいはい、でこのパターンって去年のバイエルンと一緒やねん、去年のバイエルンもフランクフルトやけど相手は、はい、5対1で負けて、うん、そこでコバチを切って、あ、バシンと切って、はいはいはい、アシスタントコーチではないんやけどベンチにおったハンジフリックが監督になったの、うんうんうん、だから参加してで今のところ取れるタイトル全部取ってんねん、うん、下手したらと思うんやけど、まあまあジンクス的に考えたら、ジンクス的にな考えたら、でも今シーズンドイツ勢めちゃめちゃ調子いいから、うん、本当にいいからまあ、ちょっとこの流れでちょっとチャンピオンズリーグの話に行こうかなと思うんやけど、はいはいはい、チャンピオンズリーグが結構もうね、うん、混戦中の混戦のグループもあったりして、はいはいはい、結構まああれやったんやけど、うん、
ドイツ勢が先ほど言ったよりちょっと調子が良くて、うん、立ち上がりチームが結構おったのよね、はいはいはい、ボルシアメヘングラードバッハ、はい、でドルトムント、はい、でバイエルン、はい、でライプツィ、はい、全部勝ち上がりました。すごいですね。だからね、正直そのドイツをこう舐めてるって失礼やけどなんかちょっと下に見てる感はあるよねっていう人ももしかしたらおったかもしれんけど、いや、うん、ドイツマジで舐めたらダメよっていうことで、ブンデスファンからすると、うん、ブンデスをこうより見てる人からすると、うん、いやブンデスの指揮官舐めんなよって感じではい、はい、ナーゲルスマンをはじめな、そうやね、うん、でしっかり結果を残してきました、うん、僕はなんか本当にあのドイツ の, そのバイエルンとドルトムントがチャンピオンズリーグの決勝やった時以来に、はい、今めちゃめちゃドイツ勢が強くて、うん、まあ、プレミアがちょっと今なあのリバプールとかシティが調子悪いのもあって、うん、あれもあんねんけど、まあ、それでちょっとグループステージが終わったので、ちょっとベスト16のちょっと組み合わせをちょっと発表しようかなと思うんやけど、うん、そのボルシアメンヘングラードバッハは、うん、マンチェスターシティと当たります。はい、ね、戦力で言えばもちろんシティが勝つとは思うんやけど、うん、まあ、勝つかなとは思うんやけど今のシティなら下手したらこぼしてもおかしくないけど、うん、でもまあシティかなって感じ、うんうん、で、ラツィオとバエル、まあ、でこれの注目点がインモービレとレバンドスキやねんけど、去年はインモービレの方が点取ってんねん、はいはいはい、全体的なゴール数で言えば、はいはい、でレバンドスキが2位やねん、そうね、で言うたら去年のヨーロッパのトップ1、2のストライカー同士が戦うんやけど、ね、はいはい、まあ個人のあれも入るから、まあ、バイエルン買ってくださいって感じだけど、まあまあ、まあ正直、まあ、順当にいったらって感じだよね、まあまあ、まあまあ大丈夫かなと思うんだけど、個人ちょっと失点が多いから、うん、そこだけって感じで、でもチャンピオンズリーグで本気になってくれるはずやから、ちょっとまあちょっとバイエルン頑張ってほしいって感じで、はいはい、で次がちょっとビッグマッチなんやけど、はい、アトレティコとチェルシー、うん、うん、すごいチーム同士の戦いなんですよね。そうですね。まあ、アトレティコは今強いし、まあ、レアルには負けたといえ、うん、しっかり勝ってるしね、リーグ戦でも ね、だから本当に調子のいいチームと、まあ、チェルシーも調子がいいから、うん、この2チームが当たるんやけど、まあ、バイエルンはそのアトレティコと試合やった時に、うん、まあ、崩しきれた部分もあったし4点取れた試合もあったから、うん、まあ、大丈夫やったけど、チェルシーはどうかと感じで、まあ、ランパードの手腕がより問われる試合になると思うねな、俺は。チェルシーファンはより注目やと思う、うん、ここでランパードの采配とかがより明確に分かる、うん、例えば1対0で勝った試合でもしっかりその狙いを明確にできていれば、うん、試合って面白いし、うん、ランパードで行こうってより思えるはずやから、ね、はいはい、うんうん、で次のちょっと試合になると、うん、ライプツヒとリバプールです。これも面白い。俺はなんかこっちの方が注目してんだけど、はいはい、ナーゲルスマンとクロップやでナーゲルスマンとクロップやで2回言っちゃったけどいやもう世界でもトップ中のトップの指揮官2人やで、うーん、うわ、俺もめちゃめちゃ楽しみですわこの試合。いやなんか戦力ではもちろんリバプールで、うん、けどライプツィも強いから今、いやほんまそこほんまに強いから、伊達に去年ベスト4まで行ってないから、いやいやほんまそれが一番怖いんですよね。ユナイテッドは舐め腐ったから負けたからないやだから俺ずっと言ってたからいや絶対ライプツィの方が今強いからって、うんうんうん、指揮官があれやったら、うんうん、だからここは正直俺の注目の試合です。はい、はい、で次はポルトとユベントス、うんうん、まあユーベかなって感じやねんけど、ポルトでもね、まあ、ポルトまあ強いしなんかんいいチームやねんけど、うんうん、まあでもなユベントスはチャンピオンズリーグ取りたいと思ってるやろし、うん、まあ、ピルロがどうなるのかちょっとまあ、まあ、そなとこやけど、まあでも、まあ、戦力で考えたら、戦力で考えたらって感じで、まあ、順当にいけばユベントスかなと、うん、はい、でまあ次もちょっとビッグマッチになるんだけど、うん、バルサとパリサンジェルマンで、まあ、ネイマールはバルサとチャンピオンズリーグで戦うことになるんですけども、うん、ちょっと怪我をしましてリオン戦で、はいはいはい、怪我をして結構な大怪我っぽくって下手したらバルサ戦どないかなみたいな感じなので、うん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 、って感じやけど、でも今シーズンのバルサを見てるとパリが勝つかなと思ってます、うん、正直言うとね、指揮官の差もあるので、うんうん、クーマンとトゥヘルをちょっと比べるのはおこがましいけど、どう考えてもトゥヘルの方が上なんで、うん、まあね、指揮官としてはね、トゥヘルの方が上なんでパリが勝つと思ってます、はい、で次がセビージャとドルトムント、もうこれも渋いし、いたと渋いね、いやほんまチャンピオンズリーグ面白いよ、セビージャも強いしドルトムントも強いし、でもドルトムントは指揮官変わったから、だから選手はやる気出てると思うね、うん、指揮官変わったらやる気出るからみんな、はい、だから
調子でいけばドルトムント行くんちゃうかなと思ってるけど、セビージャも伊達じゃないからいい選手いっぱいあるしな、組んでとか、うん、いっぱいおるから、まあどうなるかなって感じです、はいはい、で最後がアタランタ対レアルです。レアル下手したらやられますよ。やられますね、多分食われそうな気するね。下手したら食われます。アタランタ普通に強いっす。ガスペリーに舐めたらダメっすよって話で、去年 も、うん、チャンピオンズリーグ結構上まで行ってるし、ね、ベスト8まで行ったんかな、8ぐらいだったね。確かパリに負けてんな、そうそうそう、パリに負けて、あれやったからパリに負けて、ね、でもまあ、あのこのチームは点を取るのでやめていただきたい。レアルはちょっとどうなるか分からへんけど、ほんまに自分の推しチームここで消えるかもしれへんもんな、ほんまに相手考えたら。そうやで、もうちょっと待ってや、俺のチームもう一つ消えてんねんけど。おったっけ、おらんかったんかな、そもそも挑戦権あったんやったっけ。いや、なんかな、わからんねんけど、なんかさ、開幕3、え、なんか、パリとライプツィに最初勝って、なんか調子なって、なんか、ああ、なんかいけんちゃうか、言って、なんかポテポテこぼし出して、最終ボロ負けして終わるっていう。ああ、はいはい。まだヨーロッパリーグ、おいでなさい、感じ。ヨーロッパリーグ、トゥルルルルって曲を何回聴かなあかんねんって話やで。もうユナイテッドファンをもうそろそろチャンピオンズリーグの舞台にしっかり戻してくれよって話やで。アンセンも聴きたいよな。アンセンももうちょっと聴きたかったよな。もう、まあ、もうなんでユナイテッドの話なんだろうな。いやでもな、もうでもなんか皮肉なんか分からんけど今似合ってるな、ヨーロッパリーグが。なんか申し訳ないけど、うん、もし正直言うとスールシャールではチャンピオンズリーグは無理、リーグ戦リーグ優勝もちょっと厳しい。うん、だからもうほんまに今って結構プレミアリーグ結構あれやねん、混戦やねん、めっちゃ、うん、勝ち点めっちゃ僅差やねん、はいはい、1試合で動くねん順位、うんうんうん、から俺は今こそ変えるべき、まだ優勝狙える、うんうん、この時に指揮官を変えて、せめて4位以内に入れる指揮官を連れてきて、来シーズンしっかりチャンピオンズリーグ圏内取って、チャンピオンズリーグ優勝を狙いましょうよと。はい、お前このまま後手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 で言うて、もう最終気づいたらなんか8位ぐらいオンでとかなったら、もう手遅れやで。もうだから早く変えなあかんって話じゃねんけど。無理や。変えるわけがない。今、だって、変える理由があっても変えへんのに、変えへん理由が、変える理由がないときに変えるわけがない。そもそも。あの上が。悲しい。なんか俺もファンじゃないけど、なんか悲しくなるわ。だからほんまにユナイテッドファンにやってほしいもん一回。いやいや。なんでやね。いやもう、これ見てそっちには行かれへんわ。もう忍耐力めっちゃつくからな。いやいや、無理やわ。なんかもう。イライラを通り越してるからもう、うんうん、もう慣れすぎて、はいはい、笑っちゃうもんな、たまに失点したらやろうなって感じ で、うん、またその失点パターンかみたいな。でもユナイテッドの話はもうええねん、もうヨーロッパリーグ行ったからもういい、はいはい、で、まあ、チャンピオンズリーグはベスト16もこんな感じで決まって、はいはい、まあ、優勝ね候補もまだちょっとこう疲れもあるチームあったりしてまだ分からへんけど、うんうん、ちなみにまあここでちょっと優勝候補ちょっと言うときます、ちょっと1個発表しとこうかなと思うんやけど、うん、富士はどこ。いやー、連覇しそうな気しますけどね。バイエルン？バイエルン、嫌やけどね。いや、何言ってんの？いや、自分の推しチーム言いたいけどね。まあまあな、まあまあまあ。言いたいねんけど、やっぱ今の現状のなんかいろいろその怪我人もろもろ考えたら、うん、やっぱりあの奴らが行くんかなって思ったりするな。実はね、うん、私もバイエルンなんですよ。なんそれにはちょっと明確な理由があって、はい、まあ、リバプールも同じこと言えんねんけど、だからリバプールかバイエルンやと思うねん、正直。まあ正直ね。こう今の戦力で言ったり、その今のその状態で言えばな、うんうんうん。ただなんでバイエルンかっていうと、基本点取られへん試合ってないのよ。うんうんうん、せめて引き分けに持ち込んでんねん、絶対ほぼ。はいはい、ほんまにホッフェンハイム戦だけで、基本持っていけてるので、うんうん、点は取れんのよ、うん、ほとんどの試合で。だから、逆に失点だけ頑張って減らせれば、うん、勝てるチームやから、はいはい、多分まあ問題なく勝ち進んでくれるであろうと、うん、まあなんか癖のあるチームとかが相手になってくるとめんどくさい、まあ、特にライプツヒとかが当たるぞとちょっと途中で当たってきたりすると、うん、あーってなんねんけど、うん、しんどってなんねんけど、うんうん、だ一番嫌なのはライプツヒやねん俺、うんうんうん、今な一番当たりたくないのは間違いない。だからまあバイルかなと思います。まあ、うん、まあ、ウジもバイルな。一緒になっちまうだな。めっちゃ時間話してもうたけど。はい。ということでね、ちょっとまあ今回はここまでで、うん、まあスコトピア以上で、はい、はい、終わりたいと思います。はい。はい、メンズラジオ。
い、メンズラジオ第16回エンディングのお時間でございます。はい、スポトピでね、まあ、いろんなチーム、まあ、ユナイテッドの話もちょっとしたけど、うん、いろんな話をして、まあ、テーマではねちょっと宝くじの話を、うん、しましたけども、まあ、皆さん、まあ、これからね年末に向けてどんどん寒くなっていくし、うん、もうよりねちょっともう病気とかなりやすい季節になってくるからさ、うん、皆さんも体調気をつけて、うん、しっかり暖房して暖かいダウンとか着て、着てね、カイロとか貼ってこの寒い冬を乗り切りましょう。はい、で来年はね明るく迎えましょう。コロナなんて忘れて。はい、はい、なんすかそれ。何、今年も終わりなんすか。まだやるよ今年。いやもう終わりに近いからさ。いやまだあれでいこうかなって。乾燥すごいからね。いやほんま気づけんと、ほんまに乾燥きついんで、もう俺ただでさ俺喉結構弱い人やからさ、うん、多分同じ気持ちの人もおると思うけど、まあ本当に寒いので、体調管理だけ、体調管理だけ皆さんしっかりして、うん、この寒い冬を乗り切りましょう。乗り切りましょう。はい、はい、ということで、メンズラジオ第16回は、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。